する2日間、本物のライブを体感せよ。1958年の10月の2日であります。ご覧いただいておりますのが、まさにこの当時の格闘技の殿堂、蔵前国技館であります。今日は相撲ではございませんで、プロレスの世界選手権インターナショナルタイトルマッチが行われるわけでありますが、まずは挑戦者のドン・レオ・ジョナサン、そしてこれを迎え撃つのがチャンピオンの力道山ということになるわけでございますけど、もうすでに蔵前国技館は長蛇の列、本当に警察官がですね、提灯を持って交通整理をするという、そういったような状況であったわけでありますけども、この中の一人も当時10歳の桃田さんいらっしゃった。そうですね、この試合やっぱり大きい試合だったんで、はい、父に連れて行かれて、見に行きました。そうですか、はい。実はこの10月、2日を遡ること2ヶ月前に力道山がインターナショナル選手権をあの神様ルーテーズから取ったものでありますけども、さあそして日本での初防衛戦、その挑戦者に選びましたのはこの人間台風と言われておりますテキサスのブロンコ、ドン・レオ・ジョナサン。ご覧ください、相当イケメンであります。このドン・レオ・ジョナサンはその後日本にもやってまいりましたけども、身体能力高かったですね。いやすごかったですね、最初にリングへ上がるときに、リングのトップロープを掴んでフリップして、要するに、前転してポンと立つんですよね。はあ、身長が1メーターを超える選手、1メーター90を超える選手が、そういう入り方をその当時したことが誰もなかったんで、なかったですよね。インパクトはものすごい強かったありましたね、はい。ハリウッドのターザンスターのようなドン・レオ・ジョナサンに迎え撃ちます世界チャンピオンの力道山であります。2ヶ月前にインターナショナル選手権、つまりルーテーズが持っておりました2つの世界タイトル、そのうちの1つを見事に取りまして、それがロサンゼルス発のビッグニュースといたしまして、日本のマスメディアを賑わせたものであります。力道山といえばまさに戦後我が国をより以上に盛り立てたといいましょうか。アメリカの男を次から次へとなぎ倒しました。列強大国のアメリカの男をなぎ倒します。この日本の力道山に多くの人たちが声援を送り、そしてまた多くの人たちが勇気をもらったわけでありますけども、この日は初の防衛戦ということでありまして、真新しいリングガウン、これはまさに波模様で力道山と描かれました。そんなガウンを着まして、いよいよこれからリングへ入りする、そんな力道山であります。身長5尺7寸5分、体重が29貫ということでございますので、まあ、今 の、 数字に直しますと175センチ、176センチの116キロでありましたね。そうですね、はい、はい。まあ、あの当時はやっぱりそういう借款法でね、リングアナが言うっていうのが多かったんで。そうですね、はいはい。このプロレス人気は政治家も超党派になりまして、自民党の自由党の大野万木さん、そして社会党の浅沼稲次郎さんもですね、熱烈なファンでありました。日本で世界タイトルマッチが行われる、初防衛戦が行われるということで、大野万木さんから今そのインターナショナルタイトルのベルトが力道山の腰に巻かれるところでございます。本当に経済界、政界、そうですね、官界、多くの皆さんがですねリングに上がりましてですね、はい、このタイトルマッチを、見守ったものでありますね。本当に、はい、まあ、政界の方もかなりファンの方が多かったみたいで。そうですね、はい、その当時大野万木さん副総裁でしたけど、でしたね、コミッショナーをやっていただいてたっていうのを知ってますんで、さあ登場いたしましたドン・レオ・ジョナサン、これです。身長6フィート7インチ、197センチのドン・レオ・ジョナサンがロープをひとまたぎいたしまして、いよいよこれからリングで相対します。力道山対ドン・レオ・ジョナサン、コミッショナーであります大野万木先生が今コミッショナーといたしまして、この試合はインターナショナル世界タイトルであるということを認証いたしました。花束の贈呈はもうこの頃すでに始まっておりました。そうですね、はい。でも力道山さんは、まあ、モンスターのお父さんでありますけども、よくこういう体を鍛え上げましたよね。いや本当に、まあ、力士からですからね、運動される方だったら分かると思うんですが、歴史からやっぱりこのレスラーの逆三角形にするっていうのは、並大抵の努力ではないと思います。いや、ですよね、はい。試合を仕切りますのがハワイ出身の力道山さんの師匠でもあります沖式名であります。さあリンガゴンがなった、あっといきなりどうだ、ドン・レオ・ジョナサンいきなり背中から攻撃があります。こんなことがあったんでありましょうか。
実はこの後はですね、ベビーフェイスといたしましておなじみでありましたドンレオジョナサンでありますけども、日本でのデビューはこういったまさにヒールであります。ご覧ください、力道山の額にオーダーオーダーオーダー、そして背後からですねキックキックでいきなりの先制攻撃であります。こんなドンレオジョナサン見たことないです。いや見たことないですね、うん、あの僕の記憶にあるドンレオジョナサンってのは本当にベビーフェイスっていうか、正統派のレスラーだったんでですよね、はい、観客も若干心配そうな表情でありますけども、さあ力さんが怒った、自らの死体の血を見ていきなり体水平打ちであります。ドンレオジョナサンこれはたまらずリング外に逃げました。どんなもんだと、観客も我らが力道山は怒れば怖いんだといったような、そういったような余裕も見えました。ようやく安心いたしました。1万2000人の蔵前国技館でありますジョナサンといたしましては、あの水平打ち、あれはルール違反であると言っておりますけども、そんなことはございません。試合を促しますレフィーの沖式な沖さんによって、力さんはですかプロレスラーになったんですね、あの最初の修行の時に、ハワイでずっと付きっきりでコーチングされたっていうのを聞いてます、で映像も残ってますね、その当時の、はい、やっぱり沖さん自体があの、プロレスラー出身なんでですよね、あのそういう意味ではやっぱり、その、まあ、もちろん日本語も堪能でしたんで、あの日系のレスラーではありますけど、日本語は堪能ということで、あの奥さんにかなりいろいろな面でお世話になったっていうのは聞いてますね。なるほど、はい、はい、リングサイドにはですね、本当にあの政界財界そういった皆さんが顔を揃えておりました。ご覧ください、力道山の額からはですね、鮮血がほとばしっております。さあ力さんが怒った、力道山が怒った、水平打ち、体水平打ち、体打ちには水平打ちとそれから下打ちという縦で打ちます。こういったような技もございます。今まで味わったことのないドンレオジョナサン、この空手打ち、これはルール違反ではないかといったようなアピールもございますけども、さあ今度はジョナサンが反撃であります。力道山の切り口を、傷口を果敢に攻めるこのドンレオジョナサン、珍しいですよね。本当ジョナサンがこういう試合運びをするってのは本当に、僕 の、 あのジョナサンの試合何試合も見てますけど、この後 ね、 日本でも大人気レスラーでありましたドンレオジョナサンであります。これが最初で最後の試合じゃないですかね、ジョナサンがこういう試合をするのはかもしれませんね、はいはい、この辺りが若干今と違うのかもしれませんけども、相手がロープを離しまして、そして、いわゆる4撃体制に入るまでは力道山は待っております。このヘッドロック、相撲時代も張り手あるいは、突っ張り、それでかいな力を大いに鍛えたという力道山であります。ヘッドロックは人一倍強かったという、なかなか抜けないこのヘッドロック、ジョナサンとしましては傷口を攻める。ご覧ください、このものすごい二の腕でありますけども、力道山今度はこれも得意技の一つであります股先というのがありました。力道山長い足をドーッと肩エビ固めに行きました。リバースホールド、反問いたします、もだえます。ジョナサンが今上半身をロープの最下段から外へ逃れたところであります。今度はスリーパーホールド、アナコンダ殺法というべきか、これまたジョナサンも鍛えに鍛えに行きました。本当に太い腕で力道山を見事に締め上げました。いやだけど本当に珍しいですよね、あの、ジョナサンがこういうパンチをやるっていうのもあんまり見たことないですね、見てないんで、やっぱりこのタイトルに対する意欲がかなりあったということなんですかね。なんとしてでもやっぱりアメリカにですね、このタイトルを持ち帰りたいという、まあ、そういったような一人の資格といたしまして日本にやってまいりましたドンレオ・ジョナサンでありますからね、まあ、彼はあのお父さんがジョナサン三兄弟といいましてレスラーでありましたので、それこそあなたと本当に環境は一緒なんでありますから、小さい頃から3歳でバックブリーカーができたという、すごいですね、そういうドンレオ・ジョナサン、後にはですね警察官にもなるんでありますけれども、警察官の道を立って、さあこれが力道山です、これが皆さん力道山です。今の盾への空手打ち、これが頸動脈に炸裂いたします。すると一玉にもありません、どの外国人レスラーも反問いたしまして悶絶をいたします。これが一本強い、一つ一つの技の切れ味がちょっと他のレスラーとは違っていた、そんなような力道山であります。改めて言いますけども、あの相撲時代はどちらかというとお腹がまあぷっくり出ていた方でありますね、それで力を発揮した方なんでありますけども、釣り技も得意でありましたし、突っ張りも得意でありましたけども、
まあ、特に張り手が得意です、張り手が得意でしたよね、あのその張り手が後にやっぱり空手に変形するという人打ちに、ね、結びついたわけであります、そうだと思います、はい、人一倍カイナ力が強かったこのアームロックにいたしましても腕固めにいたしましてもです、ね、ちょっと他のレスラーとは違うダメージを与えるというそういった力道山であります。足を4の字にいたしましてガーッと足を締め付けます。柔道で言いますとこれは参った参ったって関節技になるわけでありますけどね。そうですね、キーロックに近い形で入ってますよね。なるほど、うん、さあしかしそれをかいくぐりました。今度はまた背後から完全にヒールとかしましたテキサスのブロンコ、テキサスのアラウマとかしましたドンレオジョナサンであります。この時にはテキサス州チャンピオンという肩書きを持っておりました。ロープハンドを利用いたしましての見事な水平打ち、ここでとジョナサンも頑張ります。今宙を舞ってましたね、舞いましたね、その後日本にやってまいりました時のジョナサンも本当にこれだけの大きな体でありながら非常に大きなバネを持っておりましてですね、はい、そういったようなところがありました。身体能力は高かったですよね、はいはい、当時の私どもの先輩であります清水アナウンサー、佐渡アナウンサー、お二人ともすでに逝去されておりますけれども、このお二人の話を伺いますと力道山さんは、まさにあの、一つ一つの技にですね、はい、やっぱり力があったっていう、まあ、それゆえにヘッドロック一つ取りましても、それから人打ち一つ取りましてもですね、はい、本当に相手へのダメージが他のレスラーとは違ったと言ってましたね。珍しくすくい投げ、動きはいいですね、いい動きですよね、こういったようなことも本当にトレーニングにトレーニングを積んで相撲からレスラーへの体に切り替えました。そんな力道山であります。足を固めます。この足固めもまた定評の一つの技でありました。父時代はものすごいあのランニングが好きだったんで、ああそうですか、だからスタミナには結構自信があったと思いますね。スタミナありましたね、今戦っておりますこの試合は61本3本勝負であります。まずまだ1本目が決まっておりません。61本の中で3本で勝負をするという当然のことながら時間切れ引き分けということも考えられるわけであります。1メートル97センチ、体重が力道山がこの辺り相撲でいう二丁掛け、ぐーっと締め付けます。反撃に出るドンレオジョナサン、片方をネルソンに固めまして力道山を攻めます。動かないようにいたしまして間に長い足、そしてまた身体能力であります、我のありますキックを見せるドンレオジョナサンであります。再びグラウンドになりまして、さあ力道山がこれまた小内のような感じで、いや大内掛けのような感じで、あの外掛けに近いような感じ、感じでしたね、はい、今ね持ってきましたけども、相撲時代は今亡き初代の若乃花あるいは琴ヶ浜、こういった選手と大変こういった力士と非常に親しかった力道山であります。まあ、あの力さんがやっぱりその力士からですね、はい、レスラーに変わったということで、その後もあれですね、随分あの多くなりましたね。そうですね、あのやっぱり父が相撲、あの日本でプロレスを始めた時に、やっぱり相撲から、あの選手をかなり勧誘したっていうか、父を慕ってきたあのお相撲さんから、プロレスに転向された方かなりいますんで、いらっしゃいますね、はいはい、ですからあのレスラーもあの合宿なんかになりますとちゃんこを皆さん召し上がってましたね、はい、それで体を大きくしておりました。さあ飛ばして水平打ち、これは効いた、これは効いた、そのままホールの体勢決まったか、いや音量ジョナさんよく頑張ります。本当にやっぱり体力がありますよね。そうですね、はい、日本に初めてやってまいりました時のあのシャープ兄弟、シャープ兄弟とは雲泥の差であるといったようなことが翌日の新聞に出ておりました。さあこのスリッパーホールドでまさに大蛇アナコンダを締めるようなアナコンダのようなそういったような腕回りで力道山にパイルドライバーを加えられます。身長差にいたしましておよそ26センチというこの2人、これが飛行機投げ、
当時はですねやっぱりなかなかあのボディスラムとかそういったような技が、はい、あのアナウンサーしておりましてもなかなか出てまいりませんでした、ね、そうですね、あの技の呼び方はもう今とは全然違いますんで ね、ほとんど日本語で言っておりましたんで、はい、だから昭和28年にあのプロレス中継がですね29年ですが一番初めに行われました時にはまだ我が国は街頭受像機というのがございまして、はい、まあ、いろんなその人混みの多いところですね、渋谷駅、新宿駅、はい、池袋駅、このところに36インチのテレビが設置されまして、そこでプロレスを見たことによりまして、実は多くの人たちがまさに力道山のその勇姿を見て、はい、戦勝国のアメリカの男をなんと力道山がバッタバッタとなぎ倒すという、これによってですねどれほど多くの人が勇気づけられまして、これからやっぱり我が国を力強くしていかなければいけないという、ただ単にプロレスを楽しむということではございませんですね、はい、元気になる原動力を力道山のつまりレスリングの試合から試合中継からもらったという人が結構いらっしゃいました。本当にそうだと思いますね、はい、あの実際にあの要するに最初のシャープ兄弟戦に関して言っても、うん、2日目3日目は札止めの超前になりました、ね、でしたよ ね、 そ、 うですよね、それももちろんテレビの影響だと思うんですが、あったかもしれませんけれども、はい、テレビもですねこの力道山のプロレスリングによりましてプロレスリングを導入したことによりましてですね、テレビもより早くお茶の間に浸透することになっていくわけであります。そうですね、はい、パンチにはこの縦の首頭打ちであります。スタミナはあります力道山、なんとしてでも一本取りさ、これが決まった、これはどうだ、もう一発、巨体が崩れるように今落ちました。さあここでどうやら、いや力道山はこれでホールの体勢には入りません。ロープが近いからちょっとホールにしづらいですよね。しづらいところですね、はい、顎のあたりに入っているように見えますけれども、実はこれ頸動脈を力道山さんを狙っておりまして、首筋を狙いましての空手打ちであります。あの相手の選手に何人も聞いたんですけど、ええ、父の頸動脈もあるんですけど、ええ、喉にも結構入ってるみたいです。喉にも入ってる、はい、うん、言ってましたね、はい、ドンデレオジョナさんといたしましてはここでちょっとインターバルを取りたい、休みたい、そんなような気分でありましょうか。戦意喪失、そういったようなふりをしております。この間に体を休めているジョナサンであります。さあ力道山が早く勝ってこいと、沖氏がそれを間に入ります。ジョナサンとしましては考えながらパンチを繰り出しましても、それをしっかり受け止める力道山、あまり根拠はない。ジョナサンはそういえばあれですね、あの、はい、警察官もやっておりましたけども、あのジョナサン選手はですね、あの向こうで本当の職業は、深海の潜水夫なんですよ、ね、あ、そうですか、はい、でその深海の潜水夫っていうのはものすごい、うん、やっぱりあのギャランティーが高いらしいんですよね。でそれでも十分生活ができたんだけれども、本人がやっぱりプロレスが好きで、あのずっとそれと同時に続けていたっていう話を聞いて、なるほど、はい、アートマハリックなんかにいたしましてもですね、あの学校の校長先生まで勤めたことでありますからね、はい、さあちょっと力道山がですかな、大きな足で顔面を叩きつけます、蹴りであります。さあ力道山ちょっとスタミナがロスされておりますか、あ相当まともに入りました。ニードロップ、これです、これは効いた。ジョナサンとしましては何としてでもこのインターナショナルのタイトルをアメリカに持ち帰りたいところでありますが、おこどり力道山この頭突きもありました。ヘッドバットも得意技であります。今度は蹴り上と下上下の波状攻撃、力道山、あのやっぱりね、父が一番強いのはやっぱりこの、あのもう自分が抑えきれなくなるぐらい、あのテンションが上がった時は早いですよね、攻撃が。そうですね、ええ、スタミナもありました。まあ、これはあれですね、あのアメリカで学んだことなんでありましょうけれども、体をつまり戦いながら休めるという、はい、そういったようなところがあります。このドロップキックです、これがジョナサンの得意技。さらに2発いきました、ロープに飛んで、さあどうだ、これだ、おっとこの辺り体をかわした、そのままホールの体勢に行く力道山、速い素早いカウントどうだ、カウント大きくしたら3、カウント3であります。力道山一本を先取いたしました。
39分48秒体固めであります。まさにルイテイズを破りました時のインターナショナル選手権を取りました時のあの1本目2本目も体固めで、あのテイズを破った力道山でありますけれども、相当のダメージを食らったようであります。ドンレオジョナさん、完全にあのロープに足がもう出てましたんでね。そうでしたね、やっぱりあの頭から落ちたっていう感じがしますよね。受け身が取れませんでしたね、はい、今のはね技は、はい、おそらくちょっと脳震盪を起こしたようなそういったような感じになったんでありましょう。さあ2本目が入ります、61本3本勝負。まず1本目は力道山が取りました。39分ということがありますので、もうほとんどの時間、あと残り時間が20分少々しかありません。さあこの中で残りの2本をどうやって取るのか、1対1になるか。力道山がここで2本目を取れば当然のことながら勝負は決着ということになるわけであります。今度は完全に脇を刺しまして力道山を締め付ける、ベアハッグのような体勢になったんでありますけども、力道山がこれをこらえる。さあ力道山の中、頭の中にはどういったような作戦が展開巡り、張り巡らしているんでありましょうか。またアームロックで取りました。上杖のありますドンレオジョナサンであります。かかり上げて、この辺りが脳天坂落とし、ちょっと後ろにスペースがありませんでした。レフリーはこの辺りかなり昔は厳しかった、反則技はどんどん取ってましたからね。ロープに追い詰めて、今のレスリングでそこから波状攻撃になるんでありましょうけども、ね、まあ、だけど地の場合にはコーナーに相手が、うん、要するにダウンすると、うん、もうたまにありますけどね、はい、そのまま攻め続ける時も、だけどほとんどはやっぱり後ろへ下がりますよね、はい、レフリーの精神にちゃんと従うっていうか、うん、まあ、ベビーフェイス本来の動きをしますよね。確かにそうですね、はい、私生活ではあれですか、力道山さんはやはり非常にレスラーといたしましての日々があったんですか。やっぱり家の中ではですね、ものすごい厳しくて、自分自身に厳しいんで、どんなに夜遅くまでいろいろお付き合いで、飲んでようが何しようが朝一に起きて、必ずシャワーを浴びる前に練習を30分から1時間自分でトレーニングをして、それからシャワー入って僕たちの前に出てくるって感じでしたよね。それまでは姿見せない、それまでは見せないです、本当にそれはもう、どんなに酔っ払ってるとか体調悪くても練習を必ずやってましたね。あ、そうですか。厳しかったです、はい。まあ、とにかく成功者の一人でもあり、そしてまた実は事業計画もいろんな事業計画を持っておりました、そういった力道山でありますけど、その辺りのその色合い、その辺りの力道山の教えはもしかするとアントニオ猪木さんに結びついたのかもしれませんし、力道山の真面目なそのプレー性の取り組み、それはジャイアントのお子さんに引き継がれたのかもしれません。さあこういったような形で力道山が今跳ね返しました。しかしかなり時間は経っております。61本3本勝負、すでにもうあと残り時間は10分程度でありましょうか。今のようなアクロバティックなようなですね、はい、プロレスではなかった、まさにストロングタイプといいましょうか、力対力なんですね。そうですね、基本的にはこの当時の試合っていうのは全て体と体をぶつけ合って、そうですね、技を要するに相手の技を切り返すとかそういうのはほとんどなかったので、なかったですね、はい、やっぱり力押しっていう雰囲気が多かったんですよね。うん、日本の英雄、この力道山がプロレスを導入しなければですね、今日のやっぱりプロレスの流星はなかったわけでありますけど、それゆえに成功者と言えると思います。日本でベンツのオープンカーを最初に乗ったのも力道山、そんなようなことが言われております。ゴルフ場ではラフに入りますと自ら小さな松の木を抜いて打ちやすいようにしてたという、そういったような話も聞いたことがあります。そうですね、伝説逸話に毎挙は二度はございません。そんな力道山、さあこの後はどういったような展開になるんでありましょうか。まあエルボーです、エルボーです、このエルボーは重いですね、相当重いエルボーですね、太い腕でエルボードロップ、エルボースマッシュ、これをですね本当に鍛えておりました。あ
とこれは強力であります。さあもう一回三度目の正直は空振った。ここで力道山反撃に転じられるか。いやお互いに相当疲れております。もう五十数分になろうとしております。そんなような展開でありますんで、相当両者ともにスタミナ切れていったようなところがあります。パンチの切れ味も若干ございません。もうかなりダメージが来てますね、二人ともね、はい、動きが本当に悪くなっています。これはおそらく力道山といたしましても2本目を引き分けに持っていけば、時間切れ引き分けに持っていけば1対0で勝つという、そういったような勝利への一つの青写真が描かれているのかもしれません。力道山あんまり反撃はいたしません。時間が経つことをひたすらに待っている。しかしジョナサンといたしましてはまだ力がある。力、最後の力を振り絞りまして盛んに蹴ります。蹴って蹴って蹴りまくって力道山のスタミナを奪おうという、そんなような作戦でありましょうけれども、回復力が早いのも力道山でありました。アメリカの男をなぎ倒す、その姿を一度だけでも見てもらい 見たいということで、かつて昭和30年代40年代の前半、地方に行きますとリアカーに乗ってお年寄りがプロレスの会場まで来ることがありました。力道山最後の力を振り絞った。さあ頭突き、お互いに殴り合い、ボディスラム、2メートル近い男を投げ倒しました。この時は本当に観客は喝采であります。1万2000人蔵前国技館満員のお客さん。今度はジョナサンが返す。これを力道山かいくぐった。どうやら力道山の頭の中には時間が刻々と迫っている、61本が迫っている、そういったような気持ちが相当強いんではなかろうかと思います。冷静にして大胆、クールにして積極的な、そんな試合運びいたしました力道山でありますけれども、さあジョナサンもおそらくタイムアップを意識いたしましたが、とにかく王打蹴り、そして膝蹴り、こういったようなところを展開しております。相手を失神させたい、そったような戦いぶりですね。これジョナサンがかなり焦っておりますね。もうここで、ね、はい、行かないとダメだって。さあレフリーが入りました。今61本のゴングが鳴りました。引き分けであります。2本目は引き分けということになりますと、1本目の力道山の1本体固めが決まりまして、1対0で力道山の勝ちということになりました。つまり力道山初防衛に成功であります。いや最後ね、やっぱりジョナサンがすごかったですけどね。すごかったですね、はい、インターナショナル選手権ルーテーズはワールドとインターナショナルと2つを持っておりました。でこのインターナショナルは実はレスラー仲間によりまして、ルーテーズは全国各地、世界各地を回りまして、その都度相手の強者を破っておりました。というようなことからいたしまして、インターナショナルチャンピオンという、そういったベルトをレスラー仲間が作りましたけど、その栄えあるインターナショナル選手権を見事に力道山がルーテーズを追って獲得いたしまして、そして凱旋をいたしまして、これが初防衛戦ということになったわけであります。沖式奈さんからそのインターナショナル選手権、そのトロフィーが贈呈されます。力道山の出現が相撲レスラーという、そういったようなことを生んだわけでありますけども、見事に王座を防衛いたしました。そして必ずこのドンレオジョナサンというのは本当にマナーのいいですね、ジェントルマンのレスラーでありましたね。今日初めてああいうラフな試合を見ましたよね。皆さんか、モンさんもそうかもしれませんね、はい、ご覧ください。これがインターナショナル選手権の黄金のベルトであります。力道山見事にしてやったり、歴史の1ページ、日本人を元気にさせました、その力道山の勇姿を皆様にご覧いただきました。皆様いかがでございましたでありましょうか。事故も起こしてないのに